はい、夏です。ガスパチョ、スペインのガスパチョ、いろいろ作ってきました。グリーンとか、白とか、今日は、スタンダードなガスパチョ、それと、タコ、今のうちはタコですね、ボイルタコのガスパチョを作ってみたいと思います。材料です。はい、ボイルした、タコをそぎ切りしております。頭もあります。そしてカゴメさんのトマトジュース、オリーブオイル、そして、トマト、キュウリ、ピーマン、セロリ、玉ねぎ、ニンニクでございます。ではまずベースのガスパチョトマトを入れます。ピーマン入れます、キュウリ入れます、玉ねぎ入れます、ニンニクも入っております。そしてカゴメさんのトマトジュース、たっぷり入りました。グイングイン、ウィ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 ン、一度に回さないでください、少し。はい、ちょっと白胡椒します。そして白い胡椒です。そしてできれば、氷水、氷水がなければ、そのまま冷蔵庫入れて少し、冷やしてあげてください。このようにドローッとよーく冷やしてください。このぐらいの、濃度と色がいいと思いますが、もしもう少し、赤みが欲しければ、トマトを増やしてください。あ、すいません、オリーブオイルを入れるの忘れました。オリーブオイルは今から入れます。ごめんなさい。ま、最後入れても大丈夫でございます。失礼いたしました。はい、はい、たっぷりのガスパチョ、たっぷりです。これで4人前は優に取れます。たっぷり乗っけてください。そして少し厚切りにしたタコ、タコといえばスペインですね。これは頭です。そして足の部分です。はい、これで出来上がりです。それでは、試食したいと思います。スペインといえばガスパチョ、ガスパチョといえばタコ、スペインの特産でございます。ブリト、ブリト、スタンダードなガスパチョって感じです。
このガスパチョの中にはセロリとかニンニクとか玉ねぎとかたくさん夏にパワフルな、体の中 を活性化する、材料ばっかりです。ですから、スペインでは夏に必ずこの冷たいガスパチョを食べます。本当はスペインの、白ワインに合わそうかなと思ったんですが、これは、ボルドーの、ちょっとスペインの上はちょうどボルドーですから、ボルドーの濃い、白ワインを合わせてみました。うん、非常に、ボディがしっかりして、このガスパッチョとぴったし合います。この暑い夏にぜひ、ちょっと苦味のあるガスパチョを、食べてください。冷やすともっともっと美味しいと思います。どうです、ぜひ作ってみてください。